ファンプラスミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。ラッキーキリマンジャロボーカル、熊木ゆきまるです。前回はですね、他メンバーも参加していましたが、今回はこの状況ですので、一人でお伝えしたいと思います。ラッキーキリマンジャロはですね、7月1日にエモメのナスというシングルと、その翌週、サプライズリリースでございます。太陽というシングルをリリースしました。両方ともね、こう夏を彩る、ラッキーキリマンジャロの最新ナンバーとなっておりますので、ぜひ聴いてみてください。そしてですね、まあこういう状況じゃないですか、僕らも。ツアーが延期になっちゃったりしてね、結構、はぁ、なえんなみたいなとこあったんですけど、配信限定ライブを、ラッキーキリマンジャロで行います。8月22日、土曜日、渋谷クアトロから配信限定でお送りします。ダンスインダハウスということで、チケットなどね、もう、オフィシャルサイトなどでチェックできます。ぜひ、ライブを配信限定で見てください。オフィシャルサイトにはこのですね、可愛い T シャツも買えるようになってますので、まずはね、見てみてほしいなと思います。さて、続いてはですね、ファンプラスミュージック恒例のマイ検索ワードでございます。前回、なんだ、なんか、前回だか忘れたけど、ラミちゃんが、桜温泉とかいう温泉をなんかちょっとキーワードに上げてたのは覚えてますけど、まあ僕のこの状況ですからめちゃくちゃ検索してますよ。検索の毎日です。僕が検索してるのはですね、オキュラスクエスト。読み方合ってるのかな？オキュラスクエストかな？VR メガネで、僕はVR メガネでこう、絵を描けるやつあるじゃないですか。なんて言うんだっけな、忘れちゃったけど。それを今めっちゃ欲しくて、もう家で、あれあればもう、なんかこう、最悪運動にもなるな、みたいな感じで、めちゃくちゃ絵も描けるし、運動にもなるし、めちゃくちゃ楽しいんじゃないか、ということで、オキュラスクエストがマイ検索ワードです。マイ検索ワード2位はちなみに、リングフィットアドベンチャーです。運動がしたい。このね、出たお腹をなんとかしたいなと思っています。そんな感じで、ファンプラスミュージック恒例のマイ検索ワードでございました。ラッキーキリマンジャロの新作、太陽とエモメの夏、ぜひ聴いてください。ありがとうございました。